モンテクリスト博、モンテクリスト博は、アレクサンドル・デューマ・ペールによる小説。1844年から1846年にかけて、連載、刊行された。日本では、ガンクツ王の題名でも知られている。1844年から1846年にかけて、フランスの当時の大手新聞のジャーナルでリボッツに、 連載され、同じく1844年から1846年にかけて18巻本として出版された壮大な復讐の物語である。シャトー・ディフ・モンテクリスト島作中の設定によると、モンテクリスト等の財宝は、ファリア神父が秘書を務めた、スパダ伯爵家の昔の当主である、スーキ教、チェーザレ・スパダが、教皇アレクサンデル六世とその子、 チェーザレ・ボルジアによって財産目当てで命を狙われていると察して隠した財宝である。この時チェーザレ・スパダと共に財産を相続するはずだった老いのグイード・スパダも殺害されたため教皇やチェーザレ・ボルジアのみならず遺族にも財宝を見つけることができなくなりそのありかは謎のままになった。財産のほとんどを失ったスパダ家は その後、没落していき、ファリア神父が仕えた代で子孫が大え断絶した。最後の伯爵から譲られた蔵書などのわずかな遺産を整理していた神父は、スパダや伝来の祈祷書に挟まれていた紙片に、チェーザレスパダによる財宝のありかの記述が炙り出しで、書かれていることを偶然発見した。金貨、金地金、宝石など、その総額は200万円に上るとされる。 大人気の作品なので、本案小説や宿約版小説の出版、映画化、演劇作品化、ミュージカル化、漫画化、アニメ化などが多数行われている。作品の設定については、原作の設定におおむね沿ったものもあれば、大幅に変更したかなり大胆な本案まで、様々なバリエーションがある。それぞれの作品の規模についても、原作に近づこうと、 膨大な量になっているものからエッセンスだけを抽出し、かなりコンパクトな作品になっているものまで様々である。その数は世界各国の本案小説や宿約版などだけでなく各種メディア化、さらにはモチーフの利用なども含めると、ここに列挙するのは困難になるほどの膨大な数になる。日本国内でも多数あり。1908年のサイレント期より、 幾度となく映画化されている。主な作品は次の通り。他にこの作品を元にした喜劇や復讐ドラマは数多く制作されており、デコボコ岩窟王女オー、ジョ星空の用人坊、青き復讐の花などがある。その他、後世の作品で影響を受けているものがいくつもある。例を挙げてみると、ありがとうございます。